はい、てなわけでどうも皆さんこんにちは、きなです。今回はですね、本日が4月の5日の、15時半ということで、更新日のね、お知らせ情報入っているんで見ていこうかなと思います。で、1本前の動画にですね、ついに復刻いたしました、こちらのね、ウルトラゴジブルですね、のガチャを引いてみたのね、動画を上げていますんで、ぜひともご視聴ください。はい。まあ、気になると思いますんでね、皆さんのまあガチャ結果をこの動画かね、そのガチャ動画かに教えてもらえるとありがたいですさ。で、このゴジータなんですけど、5日間限りの復刻みたいですね。なんで、かなり短いんで、まあ、はい、急いで引くようにしましょう。なんで、まあ、多分来週、新キャラクターかなって感じはしますよね。ガチャが何もなくなっちゃうから。ですね。で、副産物はまずいんで、まあ、一点狙いになると思いますが、気をつけていきましょう。さあ、そして、魔人ブーの編の、キャンペーンが今週から始まったみたいですね。うん。なんで、まあ、ここにまとめて書いてあるんかな？はい、見ていきましょうと言った感じですね。エピソードキャンペーン Z の魔人ブー編。エピソードキャンペーンは、原作のエピソードをフューチャーした、期間限定キャンペーンだ。Z 魔人ブー編。これね、前で言うと、強大な敵キャンペーンとかがあって、LL とね、UL、どっちも、このエピソードの、なんて言うんですか、この、キャンペーン中に出てたんで、ウルトラブロリーとクーラか。なんで、まあ、今回も新キャラクター、その二つとも出るんかなって感じです。で、BGM が流れたり、エピソードに関連したイベントやキャラクターが続々登場。で、まず、今週からはですね、魔人ベジータの赤のやつですね、が全開覚醒して、見る、ん？できるようになったみたいですね。はい。で、このマベジで一個ね、試してみたいショートがあるんで、皆さんぜひ見てみてください。今日あげると思います。さあ、そして、エピソードキャンペーンの Z 魔人ブー編の、ブーの絵柄が乗っかったメダルがゲットできると。で、これを使うことによって、なんかいろんなアイテムが手に入るみたいですね。で、魔人ブー編スペシャルログインボーナス開催。このメダルと、なんかいろいろが手に入ると。で、エピソードアドベンチャー Z 魔人ブー編の開催。え？何これは？レジェロとはちょっと違うんかな？ご飯のバナーだけど。あ、冒険なんだ。冒険で石ころを集めることによって、ミッションを達成しようと。石ころなんかどこでも拾えるやろって感じですけどね。うん。そんな、7時間とか行って遠く行く必要あんのかなって感じはしますけど。まあ、石ころ集めらしいです、今回は。で、超時空決闘。これ来週からかな？今シーズンのみ、エピソード Z 魔人ブー編のキャラクターが大活躍と。あ、そうなんだ。ティア C から A に関する、魔人ブー編のキャラクターは、ティアピックアップに配置され、いつもより大きなブースト効果を得られる。こういうの面白いですよね。魔人ブー編のキャラクターが、ティアを多くもらえるようになるんだ。さあ、そして、フラグメント強化祭ですね。これ、4月の7日だから、明後日からか、金曜日から始まるみたいなんで、まあ一週間なんで、まあいつも通り短いですけど、ちょっと僕もね、めちゃくちゃ厳選したいフラグメントたくさんあるんで、これはやりたいですね。はい、そのところかな。うん。なんで、まあとにかくね、魔人ブー編のキャンペーンとして、まあ一週間目から結構でかいことがたくさん行われてるんで、まあいいかなと思います。魔人ブー編の超時空ゲット楽しみやな。で、魔人ベジータの全開覚醒。これはですね、また超連戦バトル出てますし、性能もね、かなり面白い感じになってると思うんで、皆さん引きましょう。引きましょうじゃないわ。やりましょう。うん。これはね、ちょっとネタとしても面白いと思うから、結構レジェンズカジュアルに遊びたい方はブースター買うのもありかもしれないですね。石700個無料でございますさ。で、これ見てみるか。あ、これはいいわ。他になんかお知らせあるかな？あとはストーリーの更新か。今すぐ最新章をプレイしようって書いてあるわ。はい。なところですかね。ゲームのアップデート。魔人ベジータの究極アーツファイナルエクスプロージョンの説明文に誤りがあったため修正。あ、そうなんだ。知らなかった。なんかその情報のあれね。で、絆コイン交換ラインナップのスキップチケットに交換上限回数を設定。マジ言ってますそれ。結構きついんですけど。で、12日より反映されるということなんで、まあ、スキチケ欲しい方は、ゲットしといて欲しいですね。確か5000枚マックスで、1000個かな、スキチケ、もらえたはずなんで、まあ、おすすめですね。うん。そんなところかな。はい、てなわけで、まあまあまあ、基本的には、またね、新しいキャンペーン始まって、面白いことばっかりやと思うんで、皆さん遊んでいきましょうといった感じですね。
で、BGM が聞けるらしいんですけど、著作権的に引っかかりそうやからあんまりよろしくないということで、はい。やめておこうかなと思います。なんか、他に喋ることあったかな？あ、そう、ゴジブリがね、復刻したってことなんで、またゴジタブルーのね、おすすめフラグメントの解説をね、最新バージョンでやろうと思ってるんですけど、フラグメント強化祭がですね、7日から入るから、ちょっとどのタイミングで出そうかなって迷ってるところですね。うん。あ、これネタバレになっちゃうけど。はい。ゴジブルね。はい、でございます。まあ、そこら辺かな。あと、あれか。もうホイポイとか終わっちゃったんか。あ、引き忘れてたわ。ですね。あ、あとこれ。皆さんやりましょうね。そうそうそう。これ一番言っときたかったかも。この、1日1回のぷいぷいのステージでキリもらえるやつ。これはね、マジやっといた方がいいですよ。ぷいぷい貫突してない人は。マジでね、これ毎日やるだけで貫突まで持っていけるんでね。絶対やった方がいいです。このなんか最終ステージは難しかったんで僕勝ててないんですけど、まあ、またやろうかなって思ってます。はい。そんなところですかね。うん。そんなわけで、今回はね、新しい、Z 魔人ブ編のキャンペーンが始まったということで、お知らせ解説していきました。そうだよね、なんも。あ、この魔人ブ編のあれってどうなんだろう。また、あれなんですかね、レイドとか来て無限入手できるようにやってんのかな？って気はしますけど。赤くせいピースとかまたもらえるわ。で、今回もエネルギーとスキチケやっぱ、いやー、完全にレジェンズランキング対策しに来てんな、っていうのがわかりますね。いや、ちょっと残念やけど、そこは。まあ、仕方ないかな、と思いますね。いやー。はい、そんなところで。こっちもまたエネルギーもらえるんか。ありがたいね。冒険イベントの変更は。うん、ですね。はい、そんなわけで、レジェンズの最新情報になりました。まあ、今日はまたね、夜、まで、ちょっと動画何本上げれるか分かんないですけど、またバシバシ上げていこうと思ってますんで、ぜひともご付き合いください。それではご視聴ありがとうございました。ゴジータだ。かあ。見せてやる。さて、一丁行くぜ。ん？一丁行くぜ！こっちだ！やりゃあ！ほい！ブロリー！そこだ！覚悟するんだな。そりゃあ！くらい！無駄だ！またやろうぜ。